群青、軍上官群青、官9月6日から1957年12月15日は、日本の植物生理生態学者。理学博士、旧姓白戸。青森白田新町にて、津軽藩士の家に生まれる。父次会は、スカイ温泉の開発者で、同地で温泉宿を経営。母文は薬草を中心に、八甲田産の植物を採取して、標本を作り、 全国の大学や研究機関に送った功績がある。1900年、青森県第一中学校を卒業。同年、旧津軽藩時代の旧西軍場に改正。第二高等学校を経て、1907年、東京帝国大学理科大学植物学科卒業。同大学院で参考学に指示し、成長現象と外部環境の関連など植物生理学の研究を、 行う。1909年10月から東京帝国大学復讐。1912年12月東京帝国大学にて理学博士号を取得。1913年東北帝国大学の岡大学講師となる。1915年同教授に就任。1917年京都帝国大学理学部植物学教室創設顧問として 京都帝大に移る。1918年から1920年まで、欧米に留学、特に、ライプチヒ大学で研究する。1920年に帰国して、京都帝国大学植物整理生態学講座、担当の初代教授を務める。1921年から、京都府立植物園初代園長を兼任。1924年から1941年まで、 学術研究会議会員。この間、1929年には、ジャワ島を、1932年には、欧州、南米、中米、北米などを、1940年には、満州、内蒙古、中華民国を視察。1941年、京都帝国大学理学部長に就任。1942年9月に定年退官。 同年11月から陸軍事政庁官として、マレー軍政官部総務部に勤務。それに伴って、シンガポールに赴任し、湘南植物園園長を並びに、湘南博物館館長を兼任。第二次世界大戦中は、イギリス人の元園長ホルダムや副園長コーナーが、日本軍によって投獄されるのを阻止し、研究を続行させたほか、 日本軍による園内樹木の伐採に激しく抵抗、徳川義地とと共に植物園を戦火から守ることに尽力、日英の科学者たちの交流に貢献して戦後、ネーチャー氏に取り上げられた。ホルタムが戦前から品種改良を行っていたランは戦後に独立シンガポールの国家となったが、ホルタムのこの研究を戦時下に続行させたのも群情だった。ホルタムは 自分の研究を完成させた恩人として、群青の名を挙げて感謝した。現地の職員と妊婦は、群青のことを、マレー語で、オランヤンバイサカリと呼んでいたとコーナーは伝えている。群青はまた百人一種の愛好家で、湘南の地にもカルタを持参して、すべての歌をそらんじ、檻に触れて口ずさみ、また横笛の名手で、湘南の夜空に吹いては故郷を忍んでいたと言われる。 1945年8月の日本敗戦に伴って同年9月11日、ジュロン島の連合軍捕虜収容所に入る。この時コーナーたちは、軍場の釈放を英軍司令部に願い出たが、軍場はあえて同胞と共に収容所に泊まることを希望。コーナーは、私の心を激しく打ったの分かった、日本人科学者の思いやりや寛大さというより、負けても、なお、 これだけ立派で永久に後世に受け継がれていく業績を残した彼らの偉大さであった。敗残者は今や勝利者である敵聖人の心に大いなる勝利の印を刻みつけた。負けてがお勝つとはこういうことを言うのだと回想している。シンガポール時代に順庄の位を授与される。1946年1月に日本へ帰国。1948年8月。 京都大学名誉教授となる。1954年2月、弘前大学第二大学長に就任。青森県人として初の同大学長となる。弘前大学では農学部の創設などに尽力。青森県文化財保護協会所大会長などを歴任。弘前大学学長在任中、同大の校舎にて入浴中に倒れ、翌日に死去。 去年75、大学僧の後、遺言により遺骨は八甲田山頂に散骨された。肖像くらい、訓一等髄法省を授けられた。植物学者としては、日本に初めて生物測定学を導入。木原一志や今村俊一郎、小清水拓司など、門人多数。著書に、中東新植物教科書、植物の形態、植物生理整体。 オンパレオディクティオンフォッシルヒドロ大地音など。没後、1958年に、群青館先生移行集が群青館先生移行集観光会から上司されたほか、生物学館は、群青館博士との対談前4館が1962年から1970年に、かけて広川書店から観光された。コーリバは、植物の学名で命名者を示す場合に、 群情感を示すのに使われる。ありがとうございます。